はい、こんにちは。8月5日です。ナンシー・ペロシ氏が、台湾に訪問しましたよね。だけど、なんで台湾に行ったのかっていうことを誰も説明してませんよね。ね、みんななんか、なんか中国がなんかメンツ丸潰れたとかさ、なんかいろいろ言ってるけど、その本当の理由は何で行ったのかってことが誰も言ってないじゃないですか。これもまたおかしな話ですよね。で、私も考えたんですけど、非常になんかもう分かりにくいですよね。ただアメリカは軍が空母3隻空母3ユニット体制、実質的にね、2隻となんか反空母みたいなのが2つ一緒に行ったんで3隻体制が、それなりの意味がないと、メリットがないといかないですよね。で、ナンシー・ペロシ氏があそこに行って空母がガードしてたら中国が手も足も出ないことはみんな分かってるわけですよね。中国軍がまともに戦って、アメリカのね、空母打撃群の一つのユニットだけで十分対抗できるわけですよね。まあそのくらい力の差が激しいわけですけど、だって向こうはさ、戦闘機をさ、空母から発着しても着艦できないんですからね。アメリカも空母の着艦練習っていうのを30年間やって、戦闘機を1万機海に落としたっていうんです。それくらい大変なんですよね。その操縦席からさ、看板が見えないんですよね。それで、アメリカとしてはそういうメリットがあると、要するに中国に対して格の違いというかね、威厳を見せる。で、台湾から見れば、蔡英文総統の今度再選には空母打撃群が3隻も来てくれたからってことで、参戦はもう大丈夫って感じですよね。じゃあ中国から見たらどうなのかっていうと、中国は来週から北戴河会議ですよね。北戴河会議で習近平派が有利な立場に取ろうとして、今回はアメリカ軍に動いてもらったんじゃないかなと思うんですよね。確かにその内部からは習近平何もできなかったじゃないかとか言うけど、その後今度は、台湾周辺で台湾の領海内で演習をやってますよね。で、それが今まで やったことないわけですよね。北戴河としては他の人たちはお前たちは何かできるんかって言ってたよね。私しかしたらできないじゃないかってことで、ほんで習近平 の参戦もまた可能になると。で、米軍としては今まで通りに習近平と台湾 の今の総統のね、そのままが一番いいんですよね。他のなんか新しい人になったらまた面倒くさいから。ほいでナンシー・ペロシのね、なんていうか、もどき、あれ別に役に立つわけじゃないけど、とりあえず行ってからさ。だから三者三様のメリットがあるんで、今回この時期に行ったんだと思います。皆様方も独自の考えがあると思いますけど、まあ、よろしくお願いします。